ブルピン4です。トモです。今日です。はい、今回は、はい、ついに、はい、トモがドライバーを変えます。はい。はい、今まで使っているのがヤマハの、うん、リミックス01、うん、あれ2013年ぐらいのモデルだよね。うん、ここに出てるやつね。うん、あれへこんでるんですよね。うん、なんで7000円で買えたやつ。うん、7000円で今まで、うん、あの動画やってきましたと。そうですよ、はい。まあ最近のラウンドでそれなりにね、その方向性とか飛距離とか伸びてきてたんだけど、まあ、帰る要因は何ですか？もうちょっと飛ばしたいかな。ああ、それ、ね、あと5ヤード少ないや5ヤードでもね、うん、相当だよ。もう今ここに出てますけど、はい、これになりましたね。ローどういうミスが今のドライバーが出てたのかっていうのもあるけど、僕は単純に、うん、あれなんですよ、2つ候補挙げてて、うん、M4 の D タイプか、うん、このローグ、うん、これ実はドローなの、ね、うんうん、でどっちもアメリカしか売ってない。そう、ね、このまあどっちも捕まるタイプのヘッドを僕は探してて、ヤマハのドライバーだとまあ、操作性がいいって書いてあるけど、うん、上手い人はどういう球も打てるけど、僕の場合どっちに出るか分かんないみたいな。まあそれはあったね、確かに、うんうん、まあ、シャフト的にもね、純正で、うん、まあヘッド走るけどちょっと間違えたら左にフックとか、うん、右にもちょっと怖いっていうのね、下手だけどね。とね、見ててもね、しんくわんのヤマハのあのドライバー、スピン少ないのよね、基本的に。だけど、2で打ってスピンが少ないよね。そういうことだったのか。そう、だから芯でしっかり打った時に球上がってロースピンで飛ぶっていうのを、うん、今度のこのドライバーでは、まあ、いけるんじゃないか、うん、まあ、そういうことですね。ちょっと優しくなったってことだね。そう、高弾道というかね、いい弾道で打ててるかどうかっていうのを、うん、まあ、見てもらいました。シャフトはね、これあのヘッドだけで買ったんで、うん、あのうちにあるキャロウェイ SU のシャフト、うん、いろいろ多分混ぜて打ってますね。ドラコンでさ、キャロウェイのヘッドを使うもんだから、そうそうそう、キャロウェイのスリーがゴロゴロ余ってたね。はい、ということで、はい、打ち比べてみましょう。はい、どうぞ。逆に、そうなんですよ。
感想です。はい、ローグ、はい、ドロー、はい、はい、どうですか。いや、そんなにあの普通のローグのスターがあるけど、うん、あのまあ簡単に言うとスターにカチャカチャがついただけっていう風なのがネットで調べたらまあ出てくるけど、やっぱ若干作りは違うはずだよね。細かく言うとね、うん、スターの方がだから 9.5 度ってことでしょ。そうそうそう、9.5 度、10.5 度っていう風に言って、うん、カチャカチャができずに、うん、ウエイトが 2g ってことでしょ。そうそうそう。で、ローグドローの方はあのカチャカチャできてウエイトが 5g、 ちょっと重めになってる、うん、その分重心とかなんかいろいろ本当はもっとね変わってると思うんだよ、ね、うん、細かいとこが、うん、見た目はそんなに変わらないから、うん、候補の中で無法の D タイプかローグドロー、本当はもうちょっとあったんだけどね、エピックフラッシュのサブゼロがいいとか、ヤマハの218とか、うん、まあいろいろあったんだけど、まあ、結局はこの2種類に絞られて、ラウンドでもあった時に M4D タイプ良かった、いいね、んですよ。うん、打った感触とか、うんうんうん、確かにそれはある、ね、音とね、うん、音と打った感触が若干ログドローの方が良かったかなと。うん、まあ、筋は似てるよね。まあ似てるけど若干 M4D の方が弾きがある、ちょっと楽して球も上がる、うん、ちょっとねスピンはね多い気もする M4D の方が、うん、こうシンクってスピンロースピンで打てた時はローグドローの方がいいのかなって気もするけど、ヤマハのドライバーが真逆っていうかね、ヘッドのサイズ感とかも全然違うから、うん、全然気にならないね。もうシダはいっぱいしてきてるから。そうね。まあ飛距離もまあまあ伸びてると思う。ちょっと伸びたね。あのちゃんと芯に当たった時はもちろん今の方がね飛んでる気がする。簡単に上がるからね球が。ただその2で芯を外したりヒールだったりした時もその無駄にこうスピンが増えたりしない。まあ、ヒールとかだったら、うん、まあ、2に当たってもまあまあいい、若干ドロップするけどスピンが少なすぎて、うん、まあシャフトが今ちょっとねヘッドだけ良かったから決まってないけど、うん、重かったり硬くしてもヘッドがこう優しいから、まあ、安定が増すんじゃないかなっていうのもあるし、うん、ビッグフラッシュも最ね今一番新しいけどいいよね、いいけど少し球がこう上がるのが早い気がするから、うんうんうん、上がらない人にとってはいいかもしれないけど、ちょっと最初低めでいってほしいなっていうんだったら意外とローグ低いから、うん、それはいいなっていう、もう都合上もあって、うん、うまくいったってことだよねもう一回エピックフラッシュ打ったじゃん、うん、サブゼロもレギュラーも、うんうん、スターもまあ打ったことは打ったけど結局さローグドローの方がいい球打ってたもんね、うん、そうだね。このドライバーでラウンド動画をするんで、うん、その時にコ実際そうそうコース初デビューの動画をするので、うん、はい、お楽しみに。はい、今回はありがとうございます。